はい、それでは新しいニンジン楽器の作り方を紹介していきたいと思います。まず先っちょのところを切っていきます。そしてドリルでくり抜いていきます。こんな風に穴をくり抜くことができました、ね、そして次はどうするかというと、ここから2センチぐらいのところ少しカットしていきます。半分ぐらいいかないあたりですね、はい、こうやって少し中の刃が見えるぐらいのところ、ここまで途中までカットします。そして次はここ斜めにこうカットしていきます。で、先ほどのところを行き過ぎないようにちゃんと止めます。そうするとはい、こんな風にニコッとしたようなマークになると思います。こういう風になれば OK です。さあ、そして次は何を使うかというと、このスキマスティック、これは20ミリのものを用意しています。これをですね、短くこういうふうに切りまして、しかもこれをさらにね、ちょっとかけるぐらいのところから斜めにこうカットしていきます、ね、こういうふうになります、ね、斜めにカットしてこういうふうに作ります。ここが息の通り道になります。で、これを太い方をこちらへこう差し込んでいくわけです。差し込んでいって、ここから息を入れると、音が出ます。音の鳴りが悪いときは時々調整します。こちらの太い方から差し込んでいきます。ここが息の通り道になります。やってみましょう。いきますよ。そして息を吹き込んでいきます。ほら、鳴りが良くなったでしょ。はい、そして次はここいらないところはもうカットしておいて OK です。そして次はどうするかというと、少し細いスキマティックスティック、今度は15ミリのやつを使います。15ミリのやつを、ね、これぐらいの長さ、この人参の長さよりも少し長いぐらいでもう大丈夫だと思います。これにですね、ビニールテープを少しずつこうやって巻いていきます。で、ちょうど穴を塞ぐような形に、ね、できれば OK です。これちょっと、コツがいりますけども、10回程度ぐらい巻いてやると、ここの穴をちょうど塞ぐことができるようになります。で、そしてできたものがこんなものです。で、ここをこういうふうに入れてやると、そして中へ中へ押し込んでやると、やっぱり、少し調整が必要で、ちょっと滑りが悪い時には、ね、少し巻きすぎていますから、少しこれをよいしょ切って細くしていきます。そうするとこんな風に楽器ができるわけです。ありがとうございました。